センタイコールソフィア・デリ・ポンティは、ドイツの歌手、女優、ミュージカル女優。2014年1月以後、ウーナの名で、シンガーソングライターとして活動している。ウーナの代表的な音楽スタイルは、JRR トールキンの神話的伝承の世界と、世界の民族音楽に触発されたものである。センタイコールソフィア・デリ・ポンティは、ニーダーザクセン州ボルフスブルクに生まれ、 同じ州のギフホルンで育った。父親のマイク・デル・ポンテは、イタリア人のピザ職人で、母親のエレナ・デル・ポンテは、ブルガリア人の音楽教師であった。センタイコール・ソフィアという名は、女優のセンタバーガーと、母親の故郷ブルガリアの首都であるソフィアにちなんで、付けられた。彼女には、弟が一人いる。2003年7月12日、サット1が放送する。 タレント発掘テレビ番組、スターサーチに出演、10歳から15歳までの歌唱の部で、決勝戦まで勝ち残り、才能を発揮した。8月10日の決勝戦では、ダニエル・ジーゲルトに次いで2位であった。9月7日、ジーゲルトラと共にユニットスターサーチ、ザ・キッズの一員として、シングルスマイルをリリース、ドイツのチャートで5位につけた。しかし、続いて、 ジー・ゲエルトラと組んでリリースしたマザーでは成功が続かなかった。2003年の年末にユニット TV オールスターズが出したクリスマスアルバムではもみの木を歌っている。ジムボタンの冒険のミュージカルで舞台に立った。2006年に中学校を卒業。2006年秋、ソロアーティストとしてデビューし、ポップパンクのシングルシャイセガルはドイツのチャートで69位になった。 2007年にリリースした、イヒセヘワズ、ワズジュニヒトジーストは、テレビ番組、ビッグブラザードイツ版の7つ目の主題歌になった。2007年から2010年にかけて、ベルリンのシャルロッテンブルク演劇学校で演劇と歌唱を収めた。この間の2008年、ミュージカル、春の目覚めをーン公演に、アンサンブルの一員として出演した。 2010年1月末までミュージカルダンス・オブ・バンパーやオーバーハウゼン公演にアンサンブルの一員として出演。その後秋まで同作品のシュトゥットガルト公演にも出演したが、女性主役の控えを意図したものであった。2010年12月初めから2013年6月中旬まで彼女は RTL のヒルドラグーテツアイテン。 シュレシュタ採点でターニャ・シーフェルド役を演じた。2014年1月以後、デリポンティは、ウーナのステージネームで活動し、ステージネームと同名のアルバムウーナをリリースした。彼女は、エコーポップ2015の国内ロック、ポップアーティスト部門と新人部門で賞を獲得した。2015年3月13日、セカンドアルバムアエリアをリリース。また、2015年には、 ケルティック・ウーマンのアルバムセルティック・ウーマン・デスティニーにゲスト歌手として参加している。2016年10月21日、3枚目のアルバムメルヘン・エンデン・ガツをリリースした。2017年12月、彼女は娘を産んだ。ありがとうございます。